ですけれど、うん、ごめんしたらすぐに言って、絞ったことってあります？よいしょ、よいしょ、はい、待っててね。はい、じゃあお顔見せて。お顔見ていいよ、お母さん。うん、ごめんね。はい、見せて。目は綺麗だね。耳は綺麗だね。お腹を見るよ。よいしょ。お腹も綺麗かな。よし、うん、よかった。よし、大丈夫さね。木はもうちゃんと生えてる。今スタッフ呼んできますので、ちょっとお姉ちゃんに抱っこしてもらおうかな。今の時期はめちゃくちゃ爪が痛いから少しでも先を落としておきましょうか。いいかな。よいしょ。爪切りはお家とかでやれそうですか？ではワクチンのサービスでついでにやらせてもらうんですけれど、今の時期ってすごいね、爪の先がとんがりやすいのでちょこちょこ切ってあげてください。何より切るのにちっちゃい頃から慣れておいてくれると、大人になった後に楽です。はい、じゃあ次、肛門腺絞りします。猫ちゃんにも実は肛門腺っていうのがあります。で、肛門腺自体は前、もう一人の猫ちゃんでも見たことあるかもしれないんだけど、匂いの元ってやつですね。
うん、でたまにこれがね、ワンちゃん猫ちゃん共通なんですけれど、おごめん、たまに溜まりすぎて破裂することがあります。で破裂した時ってめちゃくちゃ治療が本人にとって痛いので、あのもしお尻をかいたりとか、かくっていうか自分で舐め始めたりとか、床にすりつけるようなことがありましたらすぐに言ってください。もちろんお家で絞っていただいてもいいけど、絞ったことってあります？犬ならある？まあ、猫ちゃんも同じような感じで絞っていただいて OK。ごめんね。こんな感じで出てくるからね。うん。今のところそこまで溜まってないけれど、もし変に溜まるようなことがあったら言ってください。何？そんな時になるので？はい、失礼。ちょっと喉流せないかな。はい、いいよ。よし、じゃあ今日はワクチンを打って終わりにしましょう。お、すごい終わったよ。頑張った、頑張ったね。はい、じゃあ OK です。頑張ったね、お疲れ様。はい、じゃあお水飲ませてあげてください。ただしちょっとずつですね、あのやっぱり吐いちゃうこともありますのでお気をつけください。緊張しちゃってないな。よいしょ。